俺はサトシ、関東地方に住む大学3年生だ。1年前、俺は交通事故に遭い、意識不明の重体に。無事一命は取り留めたが、後遺症として記憶をなくしてしまったんだ。今の俺には、この1年以内の記憶がない。サトシ、おはよう。おはよう。こいつはカスミ。どうやら1年の時から付き合っている俺の彼女らしい。こんなに可愛い彼女が俺にいていいのか。やっぱり記憶は戻らない？ああ、全然だ。ごめん。うん、仕方ないよ。気長に待ちましょう。記憶喪失ってどうやったら戻るんだろうね。漫画とかだとさ、もう一度頭打ったら治るとかあるのにね。勘弁してくれよ。おい、サトシ。こいつらはタケシとエリカ。よ、二人は付き合っていて、俺たち4人は同じゼミのメンバーらしい。俺たちは1年の頃からよくダブルデートをしてみんなで遊んでいたみたいなんだ。実際にこの1年間でも何回も遊びに行ったもんな。よほど俺たちは仲が良いのだろう。しかしエリカって可愛いんだよな。正直俺はカスミよりもエリカの方が好きだ。1年前の俺は何をしていたんだ。もしかして壮絶な泥仕合の果てにエリカを奪われたとか。いやでもそれなら今仲良くしてないよな。なあ、二人はいつから付き合ってるんだ？ああ、俺たちは高校が一緒でさ、高3の時からの付き合いだな。そうね、サトシ君は入学してすぐにカスミちゃんが猛アタックしたんだよね。ちょっとエリカ、余計なこと言わないでよ。そうか、二人はもともと付き合っていたのか。それで身を引いたのかな、俺は。知らんけど。しかし、かすみの方から告ってたとは驚きだ。こんな俺でもモテるんだな。ん？ある日。ありがとうございました。前に寄ったケーキ屋さん、なぜか妙に惹かれてしまって、とりあえずシュークリーム買ったけど、マジでうまい。店員さんに、いつもありがとうございますって言われてたから常連だったのかも。記憶がなくても体が覚えてるってやつなのかな。しかしうまいな。今度みんなにも買っていってあげよう。すると俺は反対車線の前方にかすみとたけしが歩いているのを見つけた。あれ、かすみのやつ友達と一緒に帰るって言ってなかったっけ。たけしならたけしと帰るって言えばいいのに。いや待て、なんで隠したんだ。やましいことがあるのか、それともたまたまか。俺は気になって二人を追いかけた。二人は路地を中へと進む。おい、待てよ、そっちって。嫌な予感は的中。二人はホテルへと姿を消したのだ。マジかよ、あいつら。急に頭痛が走った俺は、さっき買ったケーキ屋の紙袋を落としてしまう。そして落ちた袋を見て、俺は全てを思い出した。そうか、そうだったんだ、クソ。俺はすぐさまエリカに連絡した。エリカ、話があるんだ。今から会えないか。俺は今見た話と1年前に起きた出来事の真相を話すことにした。サトシ君、急にどうしたの？ああ、ごめん。落ち着いて聞いてくれ。カスミとタケシが浮気してる。さっき駅前のホテルに入っていくとこ見たんだ。え、嘘。本当だ。それも最低1年以上な。え、どういうこと？あいつらがホテルに入るのを見て記憶が戻ったんだ。1年前、俺はかすみの誕生日ケーキを買いに行った帰りに2人を見てさ、つけたら同じようにホテルへ。それで呆然と立ち尽くしていた俺は、暴走していた車に気づかなくて引かれてしまったんだ。サトシ君、記憶が戻ったんだね。それについてはよかったね。まあな、思い出したくないことも思い出して複雑だが、心配かけたな。とりあえず明日二人を問い詰めよう。俺はカスミと別れるつもり。エリカはどうする？私も付き合い続けるのは難しいかな。翌日、二人を問い詰めた結果、なんと2年以上も浮気していたそうだ。カスミに至っては俺と付き合ってすぐじゃねえか。初めて4人で遊びに行った時、お互い惹かれ合ったんだとよ。全員納得の上、各ペアは別れ、そのまま正式にカスミとタケシは付き合うことになった。そして俺とエリカは、なあエリカ、
こんなすぐで嫌かもしれないけど、俺と付き合ってくれないか。本当はエリカのこと一目惚れでずっと好きで、でもタケシがいたから諦めてた。ダメかな。うん、嬉しい、ありがとう。こうして俺とエリカは付き合うことに。その後順調に交際は続き、結婚、幸せな家庭を築いた。一方の二人はタケシがまたもや浮気をして別れることになったらしい。どんまい。浮気で実った恋は浮気で破綻しちゃいますよ。バイマンガレリア。皆さんこんにちは、レリアです。最後まで見てくれてありがとうございました。今日の動画はいかがでしたか？コメント欄より動画の感想をお待ちしてます。チャンネル登録もしてもらえると嬉しいな。それではまた。